皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作意欲チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。前の動画から、1週間ほど経ったんですけれども、ちょっと、私の PC の動画の編集環境でちょっとトラブルが起きまして、撮影はできてもちょっと編集ができない状態だったんで、1週間ほど経ってしまったんですけれども、何が起きたかっていうのを、順を追って、説明したいと思うんですけど、先週水曜日ですから7月18日ですね、7月の18日に、最近流行っているというか、人気の PC ゲームでありますプレイヤーアンノーンズ、バトルグラウンド、略して PUBG、PUBG とか言ったりしますけど、それを、パソコンで始めたんですけれども、そこから始めて、3日間ほどプレイしてで7月20日の夜に、プレイし終わって、でなんかくたびれちゃって、そのままパソコンの前で寝ちゃってたんですけど、朝起きたら、パソコンのメインのデータドライブが、見えなくなってしまっていて、あれと思って、冷静に思い返してみたらば、その前の夜に、1回寝落ちして目覚ました時に、パソコンが突然青画面が出まして、その時は冷静に、わざわざ写真も撮ってたんですけど、その時にですね、もうちょっと気をつけておけばよかったなっていうのが、パソコンからカシャコンカシャコンっていう音がしてたんですね。これパソコン、詳しい方、あるいは長年使ってた方は分かるかなって思うんですけど、ハードディスクが故障した時に、出たりする音です。どこが故障したかっていうと、ハードディスクの磁気ヘッドがついてるアームのところが故障すると、磁気ヘッドがディスクを読めなくて、こう行ったり来たりする音が、こうカシャンカシャンとかカタカタとかいう音が出るんですね。で、これは間違いなくハードディスク壊れちゃったかなと思って、ハードディスクをパソコン本体から取り外して、ハードディスクを外付けに変換するこちらの、ダゾクのお立ち台っていうのがあるんですけども、これにこう挿して、認識させようと思ったんですけど、やっぱり認識がされなくて、やっぱりこれダメになっちゃったなって思って。んですけど、その時ちょっとやはりテンパってしまって、このディスクに入ってるデータで、どうしても取り出さなきゃいけないものっていうのは、やっぱり仕事で使ってるデータとか、動画で使ってる、オープニングとかエンディングの、素材的な映像のデータとかも入ってるんで、それと動画の編集ソフトもこのデータドライブに入れてたんですね。起動ディスクが SSD になってるんですけど、128GB がもう本当にいっぱいいっぱい使っちゃってて、もうソフトも入れるスペースもなかったんで、仕方なくこのデータドライブにソフトインストールして使ってたんですけど、そのドライブがダメになっちゃって、編集ソフトもおじゃんになってしまったんで、1週間、動画が編集できない状態だったんですけれども、最悪仕事だけはちょっとできる状態だったんで、仕事の方は問題なかったんですけど、動画の編集、やっぱ続ける上ではこのハードディスクなんとか助けなきゃいけないってことで、1週間いろいろ準備をしてました。で、壊れたハードディスクっていうのがこちらなんですけど、シーゲートの、バラクーダっていうんですかね、こちら2テラの
ハードディスクなんですけれど、こちらがまあ故障をしてしまって、で、まあ、まだ現状治ってないんで、これからいろいろちょっとまあ準備して、直すと思うんですけど、まあ、その修理の、まあ、その顛末はまあ別の動画で、紹介したいと思います。で、まあ、そのパソコンが故障したこととは特別関係はなかったんですけれど、まあ、あるものを買いました。まあ、仕事と、まあ、動画の編集とそれからパブジーをこうやっていこうかと思ったんですけど、さすがにその3つを同時に同じ PC でやろうとすると、まあ確かに、まあ、古い PC なんで6年落ちの PC なんで、まあそろそろ万が一壊れた時に備えなきゃいけないなと思って購入したものがこちらです。まあ、この箱の大きさ見れば何を買ったかはなんとなくお分かりいただけるかなと思うんですけど、まあ、仕事と、まあ、動画をの編集を、まあ、外に出た時にやりたいと思って、ノートパソコンを買いました。まあメーカーはまあ今見てもらった通り今ベルなんですけど、まあ、こちらもですね、開封とかの動画は別に、上げたいと思ってます。で、この動画なんですけど、新しい PC で一応編集して上げてます。まだちょっと素材のこう移動とかがうまくいってないんで簡易的な編集になってるとは思うんですけど、まあ、いろいろな顛末は、まあ、別の動画でちょっとまとめたいと思いますので、今日はこのところで終わりにしたいと思います。それでは動画のご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。